したことはないよね。ナズカの人間に見つかる前に早く。ナズカの民よ、トンガ国はすぐ目の前だ。予言にある約束の日が近づいている。彼女が降臨する前に我らは約束の地にたどり着かねばならん。彼女の最も忠誠なナズカの民として我らがお迎えに上がる。ただしその前に出陣だ。立ちふさがる者すべてバラバラに引き裂いてしまえ。今度は何？あれはホルスよ。ナズカ連盟を率いるリーダー。私たちのいる凛島に武力行使を仕掛けてきた張本人。って、あれどこへ行くの？レナ、返事をして！いや、話して！お姉ちゃん。あの女の子は、あなたの身内なの。レナ！油断しない。ぼーっとしてると死ぬよ。あの子を救い出したければ一緒に戦って。矢の降った地に生きるものなし。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ。雷鳴が滑り来、大地は静まり返る。満月に潔く果てるがよい。爆発病。そうだ、君たちは一旦引き上げる。ここは私たちに任せるんだ。猛炎すらいてつく極寒をその身をもって思い知れ。はっ。あなたの信仰と私の85ミリ殺傷型硫酸弾のどちらが勝つか実験してみます。また私を阻むために闘技と凛刀が手を組んだ。ならばこちらも星月の輝きを隠す必要はない。かつて私は戦争の神モンチュ、月の神コンスなどと呼ばれていた。だが私のマナを知る者は私の先祖だけだ。今こそ教えよう。我が名はホルス、レポトリスのホルスだ。星々の主の名において私こそが唯一の王たる者。どうかと行きます。当然の結果だな。ホルス、勝利とはいずれ歴史に埋もれるものだぞ。そしてこの世の中には歴史などというものに縛られないものも存在する。正義や真理と同じようにそれらの力は時間の流れに変えられたりし。さあ見てもらおうじゃ、量子融合ブリオナック。タップして量子融合を発動しよう。灰になってあの世へ行きなさい。加賀から敵に回す覚悟はあるのか。はっ、どうかっていきますよ。報告を。本来の任務は一旦保留。私たちの正体は人道的観点から彼女らの安全確保を現状の最優先任務とします。彼らの安全？はい、この人とその妹さんのことです。二人はなぜかラスプタから狙われているようです。
わざわざ一般人を相手にするナズカとラスプダではない。もしかして最近ここで起きている鉱脈異常と関係があるのか。そうば、新たな任務だ。これよりその一般人と一緒にその妹を救出してきてくれ。おそらくラスプタはナズカに凛島への進軍をそそのかし、混乱に乗じて真の目的を果たすつもりだろう。了解しました。ちょっと待ってくれ。これを持っていくといい。ネオリス、きっと役に立つ時が来るだろう。前方の戦闘レナー、どこにいるの。お姉ちゃん、もう出てきていいよ。リリリ、無事だったのね。そうだこそ。レナ、よかった、無事だったのね。戦場停止中にこの子を見つけて助けたんだけど、まさかソーバたちが探してた子だったとはね。もう、なんだってこんな目に。そんなのこっちが知りたいよ。あなたたち、何かラスプタの気に障ることでもしたの。ラスプタ？いえ、私たちはクリスタルを掘ってただけで。それだけ？他に何か心当たりは？そうは、抑えて抑えて。二人も困ってるでしょ？また出た。どうやら簡単には諦めてくれないみたい。あ、衝撃弾来るよ。気をつけて。お前ら、レナに触るな！進化体は自動で自分と同じ位置の敵を攻撃で直接。当たった。調律雷鳴が轟き、大地は沈む。矢の降った地に生きるものなし。静まり返る。矢の降った地に生きるものなし。まったく、本当に面倒ね。奴らに割く時間なんてないのに。メラジェナ、よくやったね。任務完了だよ。人から頼りなさそうって言われな。
し戦いにオッチ進化体を育成してみた探索今の私がお姉ちゃんのためにできるのはどうかお姉ちゃんが悲しみのあまり食事もの悲しんでる暇なんてないものよろしくしあの新人かそうですかま待ってわかったわ陣容は雪崩は優れた防御型進化体だよあ出発やあちょっとだけ実力を見せてあげるわ。臨場軍人の誇りをしかと見ろ。ちょっとだけ実力を見せてあげるわ雷鳴が轟き大地は静まりミニスター解除なんちゃって矢の降った地に生きるものなし良くなったね任務完了だよ新人だって言ったじゃない。なんだか面倒ね。とりあえず中間補給。招待メンバーの作戦。委託作戦を行い、そして。注意はっはっ勝ちだらけの欠陥品は出直してきなさいふっ雷鳴が轟き大地は静まり返る臨場軍人の誇りをしかと見ろ勝ちだらけの欠陥品は出直してきなさいふっ矢の降った地に生きるものなし。はっ。ふん。勝ちだらけの欠陥品は出直してみなさい。よく言ったね。任務完了だよ。グッドです。ではお望みどう時に新人50年前にエコークリスタルをこ出発はっはっそれはっ臨場軍人の誇りをしかと議論灰になってあの世へ行きなさい
雷鳴が轟き、大地を沈む。はっ、制圧完了。当然ね。あ、髪が乱れちゃった。